クシャーナ朝の前世紀、カニシカ王の時代に、現在のパキスタンにあるガンダーラで多くの仏像が作られた。画像は、東京国立博物館像のガンダーラの仏像、デカン高原のサータバー花朝、ローマ帝国とのインド洋貿易を通じて、南インドも活況を呈した。画像はこの王朝で作られたアマラバティマーブルで仏陀を記念したもの、ティオティワン。 メキシコシティの北東50キロにある遺跡で、この当地新大陸で最大の宗教都市遺跡であった。1世紀から2世紀半ばまでを、作あり章と呼び、画像の太陽のピラミッドとガツのピラミッドは、この時期に建設された。竹シホコラ画像石。2世紀半ばに建てられた山東省、歌唱県の部沢山の麓にある豪族武士一族の石ホコラの画像石。 この時代の人々の世界観が現れている。同本場。西域への通路でもあった部位は、五冠後期に造営された雷大官墓で有名である。画像は、雷大官墓から出土した同本場で、その失踪する姿から、馬頭飛縁の別名がある。ダトラ帝官墓。河南省密圏にある、五冠後期の男、高農王軍の大主、長徳の墓。 画像は色鮮やかに残る祝縁の壁画で、料理や遊興などの風俗に関しても貴重な資料となっている。和国大乱。この時代には大規模な漢光集落が形成され、軍事的な緊張があったと考えられる。紀元前3世紀から紀元後3世紀まで継続した吉野ヶ里遺跡は漢光集落の遺跡の代表である。オケオ遺跡。ベトナム南部メコンデルタに位置する遺跡で、 中国の支書にある普難の孔子と推定されている。画像は、法ミ民史歴史博物館にある桶を出土の宝飾品で、他にもローマ皇帝、マルクス・アウレリウス帝の金貨も出土している。トライアヌスの記念柱。ご検帝の二人目であるトライアヌス帝の末年までに、ローマ帝国の領土は最大に広がった。画像の記念柱は、 ローマに建立されたものでドナウ川北岸の滝や人との戦いが詳細にレリーフに刻まれている。パンテオン。ローマのマルス広場に建てられた神殿で、パンテオンとはすべての神を祀ることに由来する。現在の建物はハドリアヌス帝による再建されたもので、ローマ帝国没落後はキリスト教会に転用されたため保存状態が良い。画像は、 ハンテオンの頂上の開口部で、オクルスと呼ばれている部位である、ハドリアヌスの頂上。五賢帝の三人目である、ハドリアヌス帝の時代に、ローマ帝国の範囲は、俗州ブリタニアから、北方のカレドニアとの国境にまで及んだ。画像は頂上に併設されたマイルキャッスルで、一ローママイルごとに置かれていた砦である。五賢帝時代の終わり。五賢帝時代は、 ローマ帝国の最盛期であり安定した統治が行われていたが、ご検定最後のマルクス・アウレリウス帝の時代には、帝国周辺の諸民族の動きが慌ただしくなってきた。画像は、哲学者としても知られるマルクス・アウレリウス帝の騎馬像。繁栄する俗州アイギプトゥス。ローマ帝国の国葬エジプトでは、豊かな生活が営まれていた。ファイユームで発掘された、いわゆる、 ミイラ肖像画は、多くの絵画作品が失われた、この時代の風俗の貴重な資料となっている。画像はルーブル美術館像の女性のミイラ肖像画。レプティスマグナ。193年に、セプティミウス・セヴェルスが、ローマ皇帝に選出されるとその故郷である、レプティスマグナは3世紀の危機が到来するまで、北アフリカ随一の大都市として栄えした。 画像はこの遺跡のローマ式機演系劇場。パンとサーカス。2世紀初頭のローマの作家ユーエナリスの著作に、この言葉はタイと安逸に流れるローマ市民の生活を風刺するために用いられた。サーカスとは、戦車競技や剣闘士の感染の娯楽を指している。画像は200年頃リビアのズリテンモザイクに描かれた剣闘士、ミトラ教の流星。ローマ帝国には、 多くの宗教が混在していたが、イラン起源のミトラ教は軍人などから広範囲に広がった。画像は、サンタマリアカプアベーテレのミトラ教神殿壁画で、お牛をほふる姿のミトラ神が描かれている。二世紀とは、西暦101年から西暦200年までの100年間を指す世紀。五感戦費日本注釈出典。ありがとうございます。